中国で一番初めに新型コロナウイルスに対比して一級の非常事態を宣言し、その初期対応に出た石膏省は9日間感染者が出ていない状態で、警戒体制を先月21日に加工調整したと2日、香港の新聞は報道した。石膏省は新型コロナがみるみる拡散していたさる1月末、 中国内で初めて最高段階の警報を発令してきた地域である。中国の公衆衛生警報は4段階で、1段階が最も深刻であるという意味である。石膏省の保健委員会によると、石膏省では最近の9日間新型コロナの新たな感染者は発生していない。地域内の累積感染者は1205人で、 そのうち一人の死者、退院した人は1000人を超えたということである。石膏省が警報レベルを下げたのは、中国の中央政府の力が作用したためであると見られている。中国中央政府は、適切なレベルの対策を立てるようにと要請していた。石膏省は輸出及び製造業の基地が密集していて、 一級の非常事態を続けていけば、工場の稼働と輸出などが困難になり、それが中国経済にダメージを与えてしまうためである。